この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。最後まで見るとあなたの人生が変わるかもしれませんよ。人は誰しも嫌いな人、許せない人がいるものです。この動画ではその解決法をご紹介しますので参考にしてください。50年間許せない人。正観さんの前に50年間許せない人がいるという女性が次のように相談しました。どうしても父親を許す気持ちになれない。この恨みや憎しみ、辛い気持ちを取り去る方法はないでしょうか。その女性も様々な勉強会に参加し、たくさんの先生のお話を聞いてきたようです。がしかしそれでも父親を許せるようにはならなかったようです。許さない本人が一番辛い。正観さん曰く、実は許さない本人が一番辛いようです。初めの1、2年は絶対に許さないと思っていても、それが10年、20年と続くと自分自身がものすごく辛くなるようです。このような状況において、正観さんはどのような言葉をその女性に投げかけたと思いますか？正観さんの問いかけ。正観さんはその女性に次のように問いかけました。どうしても許すことができないのですね。許せません。では好きになることなんてできませんね。絶対に好きになれません。では最後に伺います。感謝することはできますか？女性は10秒くらい黙った後、涙を流し始めました。そして1時間ほど泣き続けたようです。ようやく落ち着き、最初に発した言葉は、感謝することはできますでした。許さなくてもよい。正観さん曰く、嫌いな人、許せない人、好きになれない人に対して、許さなくてもよい、好きにならなくてもよいようです。ただその時、感謝できるかどうかを考えてみてはいかがでしょうかとのこと。3年間感謝し続ければ許せるかもしれない。6年間感謝し続ければ好きになるかもしれない。9年間感謝し続ければ尊敬できるかもしれない。このように時間がかかるかもしれませんが、変化が起こるかもしれません。まとめ、誤解しないでほしいのですが、今回のお話は、どんなに憎んでいても許せるような立派な人になりましょうというお話ではありません。冒頭で述べたように、嫌いな人、許せない人を抱えたまま生きるのは自分がとてもしんどいことなのです。それならば、たとえ好きになれなくても許せなくても、感謝という切り口で心が軽くなるならば、そのような方法論がありますよ、というのが今回のお話になります。もしあなたにも嫌いな人、許せない人がいるのなら、たとえ数年かかったとしても感謝することができれば、憎しみの対象はいなくなるのかもしれません。この動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい。楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。